国の宮朝明王2月2日から1959年12月7日は日本の旧皇族。官位は海軍中将大君以降3級。皇順皇后の兄、第125代天皇、秋人の母方の叔父、金城天皇の王子。1901年2月2日、国宮国彦王と同比、近子の第一男子として誕生。 1921年2月2日に20歳を迎え、貴族院議員となった。4月19日に、青年式が取り行われた。同年7月16日に、海軍兵学校を卒業し、後続軍人の一員として、海軍軍人としてのキャリアを歩む。兵学校第49期で、課長の宮弘忠太夫と同期生だった。1925年1月26日、 原水海軍大将、伏見宮弘安王第三王女の友子女王と結婚する。1929年1月27日の父宮の皇居を受けて国の宮家を継承する。日、友子女王とは八子を設けた。後年、朝、通る王は次女と関係を持ち妊娠させる。友子女王は事務官に 父親の伏見のみが広安王に知らせないでほしいと告げる。次女は他へ、嫁がされ、次女の産んだ子供は、事務官の手配で農家の養子になった。次女には5000円、養子先の農家には1万円が支給された。1947年6月28日、日、友子女王が皇居する。同年10月14日に、皇籍離脱し、 国の姓をたまわり国朝明と称す。海軍軍人であったため公職追放となる。戦後は、国香水の製造販売を手掛ける等いくつかの事業を起こすが、いずれもうまくいかず、赤字を補填するために、広尾の本邸、熱海と赤倉温泉の別邸を売却し、渋谷城番末の母、近子の隠居所に5人の子供と転がり込んだが、ここもいいのか運社長。 またのケンスケの手に渡った。生活に急した朝通ルは、東本願寺についでいる妹、友子浦方に頼み、当時米国留学中だった、大谷交渉の住まいである、聖守モルインに入ろうとしたが、モント代表の反対に相談念した。1959年12月7日に逝去王妃決定までには、婚約破棄事件と称される混乱があった。 1917年、国宮国彦王の小技、通王と、坂井忠興の娘、坂井菊子は婚約する。しかし、国宮や川が、一方的に婚約解消を望み、苦内省を巻き込む騒動となる。菊子との婚約はすでに直居を得たものであり、また、国宮家といえば、先の広人新郎と、 両子女王の婚約の際には婚約解消を断固拒否したばかりであった。国の宮側の婚約破棄の理由は、菊子に接操に関する疑いがあるとのことであったが、宮内省が噂の出所を調査した結果、事実無根であることが分かった。にもかかわらず、朝、通る王と国飛行は、性格不一致を理由に、ともかく婚約破棄を強行する。だが、 天皇の最下を覆すことは前例がなく国や側の言い分があまりに一方的であったため大きな問題となった。皇族の結婚は天皇の許可を得て行われることが通例で、たとえ皇族といえど覆すのは難しかった。正式な婚約ではなかったものの直居を得たものであり、そもそも先の宮中防十大事件とはこれがために無事婚約と至ったのである。 総佐都市両総裁の徳川寄道、区内大臣の牧野信明らの説得にもかかわらず、国宮や国飛行は婚約破棄の方針を貫く。結局、1924年11月、区内省は、堺屋側から婚約自体の申し出をさせることで事態を収集させた。当時摂政であった広人親王は、国飛行に訓戒の言葉を伝えている。なお、 前田家に嫁いだ、菊子の長女美子は、昭和天皇と皇純皇后の第一王女、照宮重子内信王の学友として信仰があった。後年、小山い子が、実名小説、皇后様の中に、この事件を記している。国朝明に関するカテゴリー。ありがとうございます。